皆さん、はるかでーす。わーい。今回のプレイグラウンドはカバーです。今日歌わせていただく曲はこちら。じゃん。ザ・ペギーズさんのセンチメートルです。わーい。この曲はですね、テレビアニメ彼女をお借りしますのオープニングテーマです。わーい。そうそう。私はですね、このテレビアニメ、彼女をお借りしますのエンディングテーマを担当させていただいておりました。その、ザ・ペギーズの北沢優穂さん、石渡真希子さん、大貫美久さんとは、何度かお会いさせていただいてて、ペギーズなおでもご一緒させていただきました。ありがとうございました。それでは、早速歌わせていただきます。よーし。聴いてください。センチメートル。余裕のない日々です。デートなんて自信がないな。君が眩しいほど僕は情けなくなってく。会えない時間プラス君が笑った瞬間は強がりな君は案外プラスかもって気づいてしまったら最後またね運命なんて言えないあと何センチ近づけばいいんだろう僕は君に何をしてあげれるかなあの日大丈夫練習頑張ったので、見てもらえると嬉しいです。お願いします。そう、この間、ザ・ペギーズさんのライブも見に行かせていただきました。そう、カムカリチームの皆さんとも席が近くて、みんなで一緒に盛り上がりました。そう、それで、普段ね、自分が聴いてて好きな曲とかを生で聴けることってこんなにテンション上がるんだって、なんか、ライブに行くことの楽しさを思い出しました。本当にありがとうございます。めちゃめちゃかっこよかったです。そう、ライブといえば、私もライブプレイグラウンドで、このセンチメートルをカバーさせていただきました。ね、ライブの時もですし、今回もすごい歌ってて楽しかったです。何回歌った?何回歌ってもね、楽しかったから、なんかね、またカラオケとか行けるような時期になったらいっぱい歌いたいと思います。そう。
ねえ、ライブとかもさ、もうねえ、ちょっとずつできるような日常が戻ってきてるといいなと思うんですけど、どうなんですかね。ねえ、これからもっと寒くなって乾燥もしてくる時期だと思いますので、皆さんね、お互いに健康に気をつけて、一緒に乗り越えていきましょう。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。はるかでした。バイバーイ。